セリーグ阪神 2X1 巨人イコール延長10回、6回戦、阪神3勝2敗1分け、18日、甲子園、阪神、桐敷牧投手、24、が失敗の許されない1対1の9回のマウンドで無失点投球を披露し、激活への流れを作った。9回は一発で勝負が決まる場面だった。4番、岡本選手と書いたので、 甘いところに行かないように昨日以上に意識して投げてましたと声を弾ませた。17日の同戦で見逃し三振を取った岡本はこの日は西走者なしからフォークでバットに空を切らせた。G の主砲を封じ4試合連続無失点とした。